ゲオルク・フォン・シェーネラー、ゲオルグリッター・フォン・シェーネラーは、19世紀後半から20世紀前半にかけて活動した、オーストリア・ハンガリー帝国の地主で、政治家。オーストリアにおける主要なハン・エルマン主義と、ドイツ民族主義の提唱者で、政治的なカトリシズムの急進的な反対者、そして過激な反ユダヤ主義者でもあり、彼の先導は、若きアドルフ・ヒトラーに多大な影響を与えた。 シェーネラーは、オーストリアにおける最も急進的な藩、ゲルマン主義者の世代として知られている。シェーネラーは、ウィーンで、ゲオルグ・ハインリッヒ・シェーネラーとして生まれた。彼の父親は、裕福な鉄道産業の先駆者である、マティアス・シェーネラーで、ロスチャイルド家の下で働いており、フランツ・ヨーゼフ一世によって1860年に、ナイトシャクに上された。の本を加えられた彼の妻は、 ポホジェリツェで1832年に死んだ、アール・サミュエル・ロブ公園のひ孫。妹は、後のウィーン国立歌劇場の指揮者である、アレクサンドリーヌであるが、彼女は兄の態度を強く拒絶した。1861年から、ゲオルグは、ホーエンハイムとモション・マジャロー・バールの、エヴァーハルとカール大学中ンゲンで、作物栽培学を学んだ。彼は、オーストリア南部、 バインフェアテル地方のツベットル近くにあるローゼナウにて父親の私有地の事業を行い、そこで彼は寛大な地元の農民たちの支配者かつ偉大な恩人として知られるようになった。八百八十六年のオーストリアの広島、戦争敗北、ドイツ連邦の消滅と八百七十一年のドイツ帝国成立に影響され、若きシェーネラーは政治活動家となり、ドイツ宰相。 オットーフォン・ビスマルクを崇拝した。実際、シェーネラーは情熱的な崇拝の手紙をビスマルクに当てて書いており、ビスマルクがいかなるオーストリアのドイツ国民主義も拒絶し、オーストリアのハン・ゲルマン主義者が独王同盟を危険にさらすことへの否定を明らかにした後でさえも続けた。 1873年教皇の混乱の間に、シェーネラーはオーストリア帝官僚オーストリア帝国議会に自由主義議員として選出されたが、彼のキャリアが進むにつれて、一層ハンゲルマン主義者になっていった。すぐに彼は演説で広く知られ、議員の中の先導者とみなされるようになった。彼は、ユダヤ人資本主義やハプスブルク家の支配、1878年の オーストリア・ハンガリー帝国によるボスニア・ヘルツェゴビナ戦友に対する反対を主張した自身の政党を3年後に離脱した。この戦友を彼はドイツの関心に対する裏切りとして非難した。演説の中で彼はより一層大きくドイツの王冠が叫んでいるのが聞こえる。私たちがすでにドイツ国に属していさ災すればボスニアを自由にして激励するのに。 シェーネラーの態度と政治的才能は最終的に1848年の革命の失敗の中で失われた大ドイツ主義国家創設の機会を無双するドイツ系住民の国民自由主義派にとっては魅力的だった。シェーネラーと彼の支持者たちが政治的思想をハンゲルマンだと見なしていたエドアルト・ターフェがオーストリア首相に就任した後1879年に 緊張は高まった。1882年から彼はビクトール・アドラーやハインリッヒ・フリード・ユンクのような政治家と共にドイツの国民主義運動の臨時綱領を発表し、オーストリアの政治において相当な力となった。この綱領はドイツ語話者主体のオーストリア定官僚の自治を狙っており、異民族であるがツやブッコビナ、ダルマティアの分離、 そしてそれらの法園ツォレルン家が支配するドイツ帝国への加入も含んでいた。これらの計画はポーランド、ハンガリー、クロアチアの国民主義者にも共通する考え方であったが、もしこれが実施されたとしてもハプスブルク家の衰退とボヘミアにおけるチェコのドイツ化は避けられなかっただろう。シェーネラーとその支持者たちを描いた風刺が1880年代、シェーネラーは ドイツ系オーストリア人のための闘争をユダヤ人との戦いと考えるようになった。キャリアのピーク頃から彼は極運の政治家へと変わり、左翼の自由主義者たちからは保守派とさえみなされた。彼は宗教的提携を無視した激しい反ユダヤ主義要素を特徴とした政治観を発展させた。彼の運動は1881年に始まった。 ホグロムの間のユダヤ人難民の到来にあたり、特に発言力が増した。彼は国際的な搾取をするユダヤ人の影響を激しく非難し、リンツ綱領に加えられたアーリア人の不死を1885年に掲げ、それは彼とアドラー、フリード・ユンクの最終的な断行を招いた。シェーネラーのアプローチは、ドイツにおける国民的なブルシェンシャフトの学生団体と、 オーストリア低官僚の多くの団体のモデルとなった。そしてテオドール・ヘルツルのようなユダヤ人活動家はシオニズムの考えを採用し始めた。シェーネラーの権威主義、民衆の連帯主義、国民主義、ハンゲルマン主義、ハンスラブ主義、そしてハンカトリシズムは多くのウィーン市民、特に労働者階級に訴えた。この訴えは彼をオーストリアにおける強力な政治の顔とし、 彼は自身をドイツ系オーストリア人の指導者とみなした。オーストリア教育大臣の学校、大学におけるハン・エルマン主義のシンボルの禁止に反抗するため、シェーネラーはドイツ系オーストリア人に対し、ドイツの色の花形希少とボタンホールに青いコーンフラワーを身につけることを促した。これはドイツ人のアイデンティティに対する誇りと、 多民族国家オーストリア・ハンガリー帝国の解体を示すためであった。他の多くのオーストリア人ハンゲルマン主義者のように、シェーネラーもオーストリア・ハンガリー帝国の解体とドイツとのアンシュルスを望んでいた。シェーネラーの運動は様々な厳しい基準を持っていた。メンバーにはドイツ人になることだけを許しており、ユダヤ人やスラブ人と交流を持ったり友人になることはできず、 結婚前には相手がアーリア人の家系であることを証明しなくてはならず、健康に欠陥の可能性がないか確認された。他のハンゲルマン運動は通常、ユダヤ人やスラブ人を追い出すという洗礼に従っていた。シェーネラーは支持者たちから相当と呼ばれ、彼らはハイルの挨拶を使用した。この二つは後にヒトラーとナチスに採用された。シェーネラーと 彼の支持者たちはしばしば夏と冬の間に会い、ドイツの歴史を祝い、ドイツの戦歌を聴いた。シェーネラーは支持者たちに、ドイツ人対ユダヤ人の戦いに備えるよう告げ、もし我々がユダヤ人を追い払わなければ、我々ドイツ人が追い払われるだろう。と言った。1888年、ユダヤ人が所有する新聞社を創作し、 品種のドイツ皇帝ビルヘルム一世について早まって報じた従業員たちを吸収したため彼は一時的に投獄された。シェーネラーの攻撃は彼の人気を高め彼の派閥のメンバーがオーストリアン議会に選出されるのを助けた。しかしながら投獄の刑は彼に貴族としての地位だけでなく議会における権限を失わせた。シェーネラーは1897年以降 帝国議会に再選されることはなく、その間に、ウィーン市長、カールル・エーガーとキリスト教社会等のような政治的なライバルたちは、シェーネラーの礼遇によって作られた、前進のチャンスを掴んでいた。1897年後半、シェーネラーは、首相、カジミール・フェリクス・バデーニの事務所からの除名を企てることができた。バドゥニは、 オーストリアの統制下にあるボヘミアの公務員はチェコ語を知るべきだろうとし、多数派であったチェコ語を話すことができない、ドイツ語者のボヘミア人が政府の職に就くのを妨げる法令を出した。シェーネラーはこの法令に対しての抗議を表明し、議会の手続きを中断させ、これらの行動はついに皇帝フランツ・ヨーゼフがバドゥニを罷免するという事態を引き起こした。 ツベットル福音主義復活教会文化闘争がドイツ帝国を分断している間、シェーネラーはローマからの分離運動を起こし、その運動はオーストリアに住むすべてのローマカトリック教徒のドイツ語話者がガルター派のオーストリア福音主義教会、いくつかのケースでは復古カトリック教会に改修することを提唱していた。1904年、ニーダーエースターライヒ州、ツベットルにおいて、 シェーネラー自身がツベトル福音主義復活協会を創立した。政治的にはシェーネラーの勢力は1901年に増し、彼の派閥のうち21人が議会で議席を獲得した。しかしながら彼の影響とキャリアは彼の強力な視野と人格のため休息に衰えた。彼の派閥も同じく苦しみ、1907年に実質的に崩壊した。しかし、 彼の先導者としてのスキルは言うまでもなく、彼の視野と信念は、ヒトラーやナチスドイツに影響を与え、し続けることになる。シェーネラーは、オーストリア南部、ツベットル近くのローゼナウの領地で1921年8月14日に、死んだ。彼は生前、今日のシュレースビヒホルシュタインにあるビスマルクの領地、ザクセンダウエンブルクにある彼の霊廟のそばに、埋葬されるよう手配していた。 http://www.jouissincyclopedia.com アーティクルズ13299シュンガーゲオルクホンオースターライキシュナッシュナルビブリオテックイヴァンジェリッシュキルヘザウェートルアンドレフイコールアンドサーチアンドセーテイコールロアンドイヴァンジェリッシュカーチェンサイトングフュアオストライヒ1904年4月15日セーテ6 2018年5月12日へ閲覧。不明な引数、ティトルイコールは無視されます。ティトルイコールの42文字目に C1 制御文字キャラクターが入力されています。ありがとうございます。